郡上市高須町の標高およそ1000メートルにある牧歌の里では、アルパカやウサギなど多くの動物が飼育されています。先月、9頭の羊の赤ちゃんが生まれました。この羊はサフォークという種類で、顔が黒くなっているのが特徴です。赤ちゃんは全身真っ黒ですが、大きくなると白い毛に覆われるということです。クリッとした目が可愛らしく、飼育員からミルクをもらうと勢いよく飲んでいました。また先月末にはジャージー牛の赤ちゃんつくしも生まれ、元気な姿を見せています。訪れた人たちは写真を撮ったり触ったりして楽しんでいました。